見ろ、崖の突端に魔法陣が。どうやらこれを踏むと中へ。しっかりと準備をしてエアリーを追うぞ。忠実なるしもべエアリーが願い、何卒お聞き入れくださるよう。思えば11億年の昔、あなた様より生み出された私は以来ずっとあなた様のためだけに生き、魔法陣が開いたってことは、プロボロス様、奴らが迫っております。あなた様の忠実なるしもべの危機でございます。
このオロボロス様よりいただいた完全なる体、
全なるエアリー、完全なる究極の体、毒と味わうがよい。わからないけど、何？
何かがいる。あれはティス。うわ、こっち向いた。お前が
私を教えるぞお前ら、素晴らしく生きがよい。このような秘密を解き味わうのを訴えない、こちらの世界に招待しよう。遅くなった。レスター卿、一体君たちが亀裂を作ったあのコアは奴の無限機関。無限機関、あのコアが健在な限り奴は無限に再生と蘇生を繰り返す。今からあれは私が止める。一体どうやって？あのコアを叩き割り、私が取り付き同化するのだ。無限に再生する機関を不死の私が永劫に抑え続ける。奴の再生が止まったら迷うことなく全力で叩け。でもそれじゃ、これは不死の私にしかできぬ。老師とも散々話し合った。1800年もの間ずっとな。イディア、必ず倒せよ。聖騎士の血を引き、牽制が認めた君になら必ずできる。はい。リングアベル、援護を頼む。私が奴に取り付く間、奴の動きを止めてくれ。わかった。ティズ、アニエスを頼んだよ。アニエス、君は知るまいが、1800年前、いや、なんでもない。達者でな。忘れるところだった。我を受け入れよ。さすれば汝は永劫の苦しみとともに、汝の敵をほふる永劫の時を与えん。では始めるぞ。我ながら未練がましい。老師、あとは頼んだよ。生まれてきた世界の一つ、
アニエス。
そうか、やっと諦めたか。でも、望み通り消えゆくのだ。武器を取りなさい。ペンダントを宙にかざし、立ち上がるのです。あなたは決して一人ではありません。あなた方は決して一人ではないのです。深海の光宿りし子よ、巫女の手を取りなさい。共に念じるのです。時空を隔てた先にいるあなた方へ思いを伝えるのです。思いを。マナカ、リンガーベル。そう焦るなよ、ティズ。しかし、信じられないな。他の世界からの更新って。異世界では僕たちが人質に取られた形になってしまっているらしい。こちらの世界は私たちがしっかり守らなければ。アニエスの言う通り。ほら、リンガベル、まだ？でかすなよ、イデア。準備完了、全速前進。目標、あのデカイの。者ども、準備はいいな。巫女様たちに傷一つつけるな。しているみたいだね、リングアベル。あんたは？アニエスちゃん、火星に来たぞい。どうしたの？よし、行くぞ。きらめけ。イデアが持ちこたえてくれたおかげだよ。リングアベルも必死のガード助かりました。いや、俺たちだけじゃない、彼らにも感謝をしなければな。アナテル、あとは我らエタルニア広告軍飛空艇団に任せろ。お前たちは一刻も早く。わかった。アニエス、行くよ。ええ。リングアベル、イデア、アニエス、準備はいい？準備はできてます。よし、始めよう。みんな聞いて。
別の世界の私たちが困ってるの。別の世界の私たちがこの世界を思うあまりに希望を見出せなくなってるの。この世界はみんなの協力でとりあえずの危機は去った。俺たちのために武器を下ろした向こうの世界の俺たちにみんなでエールを届けるんだ。私たちの世界は大丈夫、思う存分戦ってくださいと。ありがとう、ありがとうみんな。では行きます。皆さん思いを一つに。全ての思いを奴にぶつけるんだ。はい。
戦士たちよ、私の分身光の戦士たちよ、よくぞその身を投げ出しウロボロスを召してくれました。この世界、深海、そしてすべての命が再びウロボロスの脅威に怯えることはないでしょう。今はただゆっくりと眠りなさい。あなたたちが、あなたたちの帰りを待ち望む人のもとへ帰る日まで。痛みはどうやら生きているみたいだな。老師様、アニエスちゃんよ。それに地図、イデアちゃんにリンガーベル、よくやった、よくぞ。あのレスター卿は言ってしまったよ。ウロボロスと共にな。僕たちが至らなかったために、いや、あれは最初からわしらが出会った1800年前から決めておったことなんじゃよ。天使がのレスター卿にだけ言ったそうじゃ。邪悪なる者やその裏に終焉を招く者がいるであろうこと、それに備えるためわしらはあらゆる想定をし、長い時を超え方策を練った。無限の復活をする者へは不死のレスター卿が永久に封印し続ける。お主ら光の戦士にその敵もろとも召してもらうようにな。お主らが気に病むことではない。もうずっと昔から決めておったことなんじゃ。とうとうやつには追いつけなかったの。出会いから別れまで勝ち逃げされっぱなしだ。おっと、のんびりしている暇はないぞ。お主らは急ぎ決めねばならんことがある。決める？ああそうじゃ、望む場所、帰る場所を決めるんじゃ。望む場所。あの大穴はお主らが生まれた世界へもつながっている。しかしウロボロスを倒した今、大穴はじきに閉じてしまうじゃろう。この世界にとどまるもよし、生まれた世界へ戻るもまたよし、心残りのある世界へ戻るもよし。おっと、始まったようじゃな。急げ。お主は世界を、すべての世界を救ったんじゃ。胸を張って故郷に帰るがいいよい。はい、ありがとうございます。ちょっと、長くない？もうちょっとだけいいじゃろ。最後なんじゃし。アニエスが困ってるでしょ。それに、ティズがすごい目で見てるし。いや、みんな固いことを言うの。ではな、みんな達者での。ありがとうございました。大穴が閉じてゆく。穴の収縮が止まった。私たちの帰り道を確保してくれているのですね。凄まじい魔力の放出を感じます。
こう、リングアベル。ダッツさん、ダッツさん、おかみさん、帰ろう。よし、みんなしっかり捕まっていろよ。あの子たちは言ったぞ、振り返りもせずにな。よい子らじゃったの。わしらが育てた宝じゃ。2000年、長いようであっという間でもあったな。のう、レスター教。次は水のクリスタルを。北へ向かいます。
様の理想は私が。アナセルディ、どうして助けに来た。今度こそ俺は偉大なる元帥閣下聖騎士様に未来を託されし暗黒騎士アナゼルディ、半年ぶり、そのくらいかな。楽しみだね。親父さんも腕によりをかけてごちそう作るって。そりゃあ楽しみ。どうしたの？エギル、ちょっと先行ってて、すぐ追いつくから。わかった。そうだ、借りてたものちゃんと返さないと。ありがとう。あなたなら妹の企みを阻止してくれると思ったわ。また会いましょう。脳波の乱れは落ち着いてきたようだな。脈拍はやや低下しているようです。排気システムの状態は問題なくスタンバイ状態を維持しております。ショータイム。
もしもし、こっちよ。ねえってば。生きてるわよね。ねえってば。こっちだってば。もしもし、こっちよ。こっちだってば。Good morning, Tess. 私はマグノリア。マグノリアアーチ。魔王バスターよ。大丈夫。怪しいものじゃない。って、言い切れるかどうかわかんないけど。あなたが羨ましいわ。だってディズ、あなたは私が絶対に得られない幸運を持ってる。私と同じ時代を生きられるって幸運をね。さあ、行くわよ。どこへね。ああ、いいところ。